Japan, the strange country. 日本はアジアの東に位置する小さな島国です。人口はおよそ1億3000万人。世界の総人口はおよそ68億人なので、世界の100人に2人が日本人という計算です。日本の国土面積は37万8000平方キロメートル。世界の陸地面積をこのような円に置き換えると、地球全体がこのサイズ、日本はこの小さな点です。アジア一の先進国であるこの国、豊かさを表す GDP はアメリカに次ぐ世界第2位と極めて高い経済水準を誇っています。平均寿命は男性で79歳、女性では86歳と世界一の長寿国でもあります。またこの国では歌舞伎、盆栽、相撲、茶道、着物、折り紙など他の国にはない独自の文化が発展してきました。そして忘れてはならないのが、日本は第二次世界大戦で広島と長崎に2発の原爆を落とされた唯一の被爆国でもあるということです。22万人以上が命を落とし、敗戦後日本は戦争放棄の項目を憲法に定めました。このように独自の文化や歴史を持った国日本ですが、現在ここでは不思議なことがたくさん起こっているようです。ここからはそれらを8つのカテゴリーに分けて見ていきましょう。1、特徴。日本人の特徴は背が低く、髪は黒色、口は小さめ、そして目が細いです。これがサラリーマンと呼ばれる日本のビジネスマンです。そしてこれが日本の女子高生。ここに暮らす若い女性は目を大きく見せるための様々なテクニックを持っています。なんと写真を撮ると目が大きくなる機能すらあるのです。日本のテクノロジーはすごいですね。彼女たちが目の次に執着するのはブランドで、何よりも敏感な言葉はダイエットです。男に貢がせた高級バッグを手にし、骨のような足で街を歩くことが彼女たちの最高のステータスなのです。また日本人は世界で最も目の悪い民族で、国民の4割がメガネやコンタクトを使っています。性格はシャイな日本人、肝心なことがなかなか言えないということも大きな特徴と言えるでしょう。おかげで仕事の会議は長引く一方です。仕事が終わっても飲みに誘われれば断れないのが日本人。そこでも上司には気を使い、部下には気を使わせます。帰り際のお辞儀も忘れません。何度も何度も何度も。いつになったら休めるのでしょうか。2、東京。日本の首都である東京は本州の東側にあるとても小さな区域ですが、政治、経済、物流、流行などあらゆることの中心となっている超巨大都市です。日本人はこぞって東京に住みたがるので、ここでは近年過密化が進んでいます。例えばアメリカ人一人が180平方メートルの土地に住んでいるのに対し、日本人は同じ面積に11人、東京ではなんと192人の人間がぎゅうぎゅうになって暮らしている計算になります。渋谷のスクランブル交差点では1回の青信号で多い時には約3000人が渡ります。ここのマクドナルドでは1人当たり50センチ以下の食事スペースしかないのが普通です。まるで餌を与えられた鶏のようですね。3、食料。日本人は伝統的な和食から中華、イタリアン、フレンチ、そしてアメリカのジャンクフードまで世界各国の料理を楽しむグルメな民族です。しかしこの国の食料自給率はたったの 40% しかありません。まさに外国頼みの食卓と言えますが、それでも人々は年間2320万トンの残飯を捨てています。それは世界各国の慈善団体が1年間に行う食料援助の合計590万トンの実に4倍の量です。ちなみに現在世界では10億人が飢餓で苦しんでいます。7人に1人は飢えている計算です。
4秒に1人が飢餓が原因で死んでいます。そしてその半分以上が5歳以下の子供です。それでも日本人は今日もお腹いっぱい食べ、食べきれない分は捨てるのです。日本のグルメは大したものですね。4. テクノロジー。科学技術が進歩しているこの国では、新幹線は時速300キロで走り、携帯電話は財布やテレビに早変わりします。二足歩行ロボットはもはや当たり前。今ではロボットがラーメンを作ってくれるお店さえあります。トイレはまさに日本の技術力の結晶。人肌に温められた便座が自動で蓋を開けて出迎えてくれ、用を足せば優しくお尻を洗い乾かしてくれます。しかし和式と呼ばれる古いタイプの便器もまだまだ人気があります。なぜだかは分かりません。5、水。この国で蛇口をひねれば安全な水が出てきて、そのまま飲むことができます。それは日本が水に囲まれた島国で水資源が豊かだからです。しかしこの国ではヨーロッパなどから大量のミネラルウォーターを輸入しています。その量はなんと年間58万キロリットル。500ミリリットルのペットボトルにすると11億6000万本にもなります。ちなみに世界では日本人口の約8倍、11億人以上に安全な飲み水はありません。彼らの多くは汚い水しか手にすることができず、下痢や伝染病に苦しんでいます。6. 寿司。有名な日本の寿司、伝統的なカウンターの店もありますが、ベルトコンベアで動く回転寿司も人気です。そこではエビ、イクラ、卵など様々なネタが回っています。最近ではプリンや焼肉なども回っていますが、その理由は謎です。ちなみに寿司の王様マグロは世界で年間191万トン取れますが、日本人がその3分の1、71万トンを食べています。中でもクロマグロは日本人が8割を消費していて、ここ30年で3分の1にまで減ってしまいました。そのため、ジャイアントパンダやシロナガスクジラなどと同様に絶滅危惧種に指定して保護すべきだという動きが始まっています。そして寿司を食べる際に使われるこの割り箸、日本人は毎年230億膳も使っていて、1人当たり平均200膳を捨てています。現在はおよそ 90% が中国からの輸入品です。日本の割り箸のために中国の天然林が伐採され続けていること、知っていましたか？7. 愛。おとぎ話のお城のような素敵な建物を見たことがありますか？それが日本ならきっとラブホテルですね。日本全国にはおよそ3万のラブホテルがあり、1日185万組が利用しています。多いようですが、日本人の1年間での平均セックス回数は48回と世界最低の結果です。ちなみに世界平均は103回。世界一セックス好きなギリシャ人は年間138回、なんと3日に1回以上している計算です。すごいですね。ちなみにこれが本物の日本のお城です。間違えてここでセックスをしてはいけませんよ。8、自殺。このように経済力があり捨てるほど食料もある日本は幸せな国のようですが、ここは先進国中トップの自殺率を誇る病んだ国でもあります。日本のシンボルである美しい富士山、この山でさえ毎年100体近くの遺体が発見される自殺の名所になっているのです。この国の年間自殺者は3万5000人。
これは1日あたり90人、つまりは16分に1人がどこかで自らの命を絶っている計算です。経済的な豊かさは心の豊かさにはつながらないのでしょうか。これが日本です。世界的に見ると日本が変わった国だということが分かってもらえたでしょうか。あなたが知っていた日本とのギャップはありましたか。豊かな国だからこそ見えないことは意外に多いのかもしれませんが、一歩離れて不思議な事実に気づくべきです。なぜなら日本を作っているのはあなたたちだからです。